はい、それでは社会人基礎力の定義について、お話したいと思います。昨今、人生100年時代というふうなことも言われておりますが、やっぱり実際皆さんがですね、学ぶ期間、このサイバー大学で、学ぶ期間から、それからまあ就職をして、それから働いていく期間、まあ、大体働くのが40年ぐらいかと言われておりますけど、まあ、それが終わりましてもまあ40年、人生はあるんだっていうふうな形で言われておりますけど、やはり人生をですね、楽しく過ごしていくには、社会人としての仕事で成果を出していくというのが結構重要かなって言われております。まあ、その中で成果を出すために必要な基礎力っていうのを3つ、こちらでは定義をしています。まず1つは、一歩前に踏み出す力ですね。まあ、アクションと書いてますけど、一歩前に踏み出して、失敗しても、粘り強く取り組む力です。それから考え抜く力って言われてますけど、シンキングですね。まず何事にも疑問を持って、考え抜く力です。特に、高校を卒業して、学生になった、もしくは、いろんな経験をして、大学に入ってきたと。まあ、いろんなパターンあると思いますけど、やはりいろんな事象に対して疑問を持って、考え抜く力っていうのが非常に重要じゃないかっていうことなんですね。それから、まだ皆さんは経験がしたことない方も多いと思いますけど、チームで働くということですね。チームワークとも言われますけど、まあ、いろんな価値観を持った方々、多様な人たちとともに、会社、組織が設定した目標に向けて、協力していくっていうのが、まあ、結構重要なんじゃないかということなんですね。ですから人生100年になっても、社会人基礎力っていうのは、深くこれ求められているということになります。それで次のスライドですね、ちょっと書いておりますけど、これより先のスライドはって書いております。実は経済産業省さんが、人生100年時代の、社会人基礎力っていうスライド、それからページの方を、公開しております。ですから今回の講義スライド、こちらの方は、経済産業省さんが、自由に使っていいと言われてます、スライドの方を使いながら、ご説明しておりますけど、そのスライド以外にも、経済産業省の、社会人基礎力に関する、調査報告書などは、上のサイト、こちらの方にございますので、ぜひ、見ていただければと、思っております。それで先ほどですね、人生100年時代っていうことで言いましたけど、やはり大学、高校を卒業して大学に入って、それから大学を卒業して、そして実際社会で、働いていくにはっていうことを書いてますけど、人生100年時代の働き手っていうのは、アプリと OS と書いておりますが、まあ、皆さんもスマートフォンとか使われると思いますけど、まあ、スマートフォンの、アプリ、それからスマートフォン自体を動かしている OS、こちらを常にアップデートし続けていくことが求められると、書いておりますが、やはり職場によってですね、必要になるスキル、違いますんで、例えば、大学を卒業して最初の会社に入ったと。それから、まあ、次に、転職などをして別の職場に行ったっていうふうな形になっても、もしくは一つの会社の中で、別の部署に移動する。となりましても、やっぱ職場によって、一つ一つ違うのが、社内スキルなんですね。ですから、この社内スキルっていうのは職場に入って、しっかりと習得していただければ、いいんですけど、やはり学生の間に、実際に習得しとかなきゃいけないのが、今回お話してますような、社会人基礎力。まあ、こちらを上がアプリで下は OS と書いておりますけど、この OS の部分を、しっかりと、今回は押さえていってもらおうかなと思っております。ですから、キャリアの意識、それから、マインドですね。こういうところを、しっかりと押さえておく。ですから、すべての、基盤になって、絶えず、持ち続けることが必要になると。いうものが、キャリア意識。自分の人生をどうしていこうかと。それから、まあ、考え方、マインドですよね。で、そこの上に乗っかってくるのが、社会人としての、基礎スキル。まあ、こちらの方を、初期に身につけておくことが必要だと書いておりますけど、やはりなるべく、学生時代に、まあ、しっかりと身につけて、それで、社会に出て、まあ、上のアプリ層になりますけど、まあ、専門スキル。こちらの方を、身につけていくっていうことなんですね。ですから、人材としての、基礎、まあ、付加価値ですね。こちらの方の、源泉になりますので。それから、世の中が変化すれば、絶えず、新たなスキルや、実際にそこのお仕事をやる上で必要な知識。こういうものを、身につけていく必要があります。まあ、そちらの方の、先ほど言いましたように、土台。
これを今回は、しっかりと、身につけていただきたいかなと思っております。で、それで、次のですね、スライドに、人生100年時代の社会人基礎力とはと書いておりますけど、先ほど言いましたように、人生100年時代。まあ、皆さんまだまだですね、お若い方も多いと思いますけど、やっぱり人生がどん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 長くなっていきましたら、これまでのような、キャリアの積み方では、やはりなかなかですね、人生うまくいかないことも増えてきてると。だからこれまで以上に、長くなるですね、個人の、企業とか組織とか、それから社会との関わり合いの中で、まあ、そのライフステージの各段階で活躍し続けるために、求められる力、まあ、こちらの方を、社会人基礎力では先ほどみたいな形の、まあ、チームで働くとか、考え抜くとかですね、それから、前に踏み出すっていうふうな形で、書かせていただいております。ですから実際にですね、皆さんの方が、ここに書いてますように、振り返りっていうのが真ん中の軸にあると思いますけど、まあ、それぞれですね、実際にお仕事をされたりとか、このサイバー大学でいろんな学習を、通じて、自分で積極的に一歩前に踏み出したりとか、それから、まあ、ゼミナールとかそういうふうなところ、まあ、チームとして、まあ、勉強したりとか、それから、まあ、研究、まあ、深く考えていくっていうふうなことをやる中でですね、やっぱりこの3つの視点、こちらの方も重要かなっていうことで、まず皆さん自身が、目的っていうふうなところで、まあ、どう活躍していくのかということですよね。キャリアを考える上で非常に重要だと。それからサイバー大学含めまして、それから卒業したその組織で、どのように学んでいくのかということですよね。大学時代、高校時代、中学、小学、まあ、いろんなところで勉強されてると思いますけど、その知識をどうこうやって組み合わせていくのかっていうふうなところが、結構重要になってきますということですね。それから、皆さんの興味があること。それから、組織、仕事で必要になること。何を学ぶのかっていうふうなところも、しっかりと、考えながら、取り組んでもらう、まあ、必要が、あるんじゃないかなっていうことなんですね。ですからそういうふうなことをですね、しっかりと、抑えながら、皆さん自身が、社会に出た後に、まあ、皆さんが、習得した能力を、発揮するにあたって、自分自身で、自分の、キャリアとか、自分の考え方、まあ、そちらの方をしっかりと振り返る、リフレクションしながら、自分が考えている目標とか、それから目的、学び、それから統合のバランス、これを図りながら、自らのキャリアを切り開いていくというふうなところが、社会人基礎力では言われております。ということで、今回ですね、第1章の雇用情勢の変化と、それから社会人基礎力というふうなところでお話をさせていただきました。